このスバ。暇ですね。ああ、小説のネタになるような事件もないし、平和とは書くも退屈なものなんだね。でしたら、さっきからこちらを見てくる視線の主に声でもかけてみたらどうです？じそれについては気づかないふりしていたんだけど、とりあえず無視しようか。やっぱり平和が一番さ。そうですね、私たちは何も知らないということで。ちょっとだけお姉さんとお話ししましょう。すみません、私たちは見ての通り忙しいのですが。またまた、最近クエストもなく退屈していたり、ネタを求めてアクセルをうろうろしたりしているのはどこのどなたでしょう。毎日の入信書配りであなたたちを見かけていましたから。まさか観察されていたとは。それで一体何の用かな。アクシズ教の勧誘ならお断りだよ。いいえ、そういうのではありません。ただ私たち3人みんなが幸せになれるお話をしたいなと思いまして。結構です。それでは失礼するよ。詳しくはお茶しながらでも。ささ、行きましょう行きましょう。このスバ。偉くなりたいですか？はい、実は私、もっと教会内部でのし上がりたいのです。もっと出世して美少女信者をたくさんはべらせる。それが私の夢。ろくでもない夢ですね。その欲望と私たちに一体何の関係があるのですか？それはですね、私は実績を積み、あなたたちは退屈しのぎができるという素晴らしいアイデアがあるのです。ここからはかなり離れているのですが、アンデッドがわらわらと湧いている遺跡があるようでして。それを倒して実績にしたり暇つぶしにしたりするということですか？私たちとしては
あまり美味しくありませんね。まあ聞いてください。それだけじゃないんですよ。その遺跡の深部にはたくさんの金銀財宝だけでなく、伝説のアークウィザードが残したドレスが眠っているらしく。伝説、なかなか興味深いね。でしょ。なんでも魔法で星を落としたとか地面を割ったとか。そんな言い伝えが残っているくらい高名なアークウィザードが身につけたという伝説のドレスだそうです。そのドレス、とってもかっこいいという噂なんですよ。コーマ族的にもいい感じでしょ。それはとてつもなく響きますね。さあ、お二人ともいかがです？この町で暇を持て余すか、私についてきて大冒険を繰り広げるか。共に行こう。ありがとうございます。お二人ともチャラかっこいいものに目がないのですね。今何か言いかけましたか？いえ、何も。まあまあ、退屈せず小説のネタにもなり、さらにはかっこいいドレスまで手に入るんだ。なかなかいい話じゃないか。そうでしょう、そうでしょう。これでみんなが幸せになるというものです。私も美少女たちと寝食を共にして、さらには偉くなって崇められ、あれやこれやと思いのまま。本当に不純な考えだね。旅立つ前に少しルールを設けようか。冒険中は悪志津教への勧誘は禁止。私やめぐみんに対して緊急時以外触れようとするのも禁止。これでどうかな？いいでしょう。その代わり遠慮なく凝視させてもらいますからね。まったく、先が思いやられますね。この巣場